どうもです、つくもやよ。こんにちは、宿主のミトです。あね、今日は何の本読んだん？ナシキカホさんっていう人の西の魔女が死んだっていうタイトルなんだけど、タイトルなんかちょっと怖そうなんだけど、なんかふわっとして柔らかくて、ふって寂しさを感じた時に柔らかくふんわり優しく包んでくれるみたいな感覚を味わえる、なんだろう、なんかしっとり柔らかい優しさにいっぱい包まれてる作品でした。見てくれとる人の感性に合う本やったらええね。そうだね。ほな、またねー。